ライアン・パトリック・オルークは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ウースター出身の、元プロ野球選手。左投げ右打ち。2010年の MLB ドラフト13巡目で、ミネソタツインズから指名され、6月10日に契約。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、エリザベストンツインズで、プロデビュー。13試合登板して1勝3敗、防御率5.10。 三十九奪三振を記録した。2011年は A 級ベロイトスナッパーズでプレーし、34試合に登板して5勝5敗1セーブ、防御率3.18、107奪三振のを記録した。2012年は A 級ベロイトで開幕を迎え、29試合に登板。2勝5敗2セーブ、防御率5.59、56奪三振の成績で、 7月28日に A 級フォートマイヤーズミラクルへ昇格した。A 級フォートマイヤーズでは9試合に登板して0、勝1敗、防御率5.50、16奪三振を記録した。2013年は A 級フォートマイヤーズで開幕を迎えたが、4月22日に7日間の故障者リストに登録された。A フォートマイヤーズでは17試合に登板して5勝1敗、3セーブ。 防御率2.22、21奪三振を記録、残した。7月に A 級ニューブリテンロックキャッツへ昇格。17試合に登板して0勝2敗にセーブ、防御率4.67、19奪三振を記録した。2014年は A 級ニューブリテンで開幕を迎え、50試合に登板。2勝4敗4セーブ、防御率3.98、 52奪三振の成績を残した。8月31日にトリプル A 級ロチェスターレッドウィングスへ昇格し、1試合に登板した。オフの12月19日に来季のメジャーのスプリングトレーニングに招待選手として参加することが決定した。2015年4月9日に A 級チャタヌーがルックアウトで開幕を迎え、2試合に登板後、4月17日に トリプル A 級ロチェスターへ昇格した。トリプル A 級ロチェスターでは20試合に登板して防御率5.93、22奪三振を記録した。7月6日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、7月7日のボルチモアオリオールズ戦でメジャーデビューを果たした。その後はリリーフとして定着し、28試合に登板して防御率6.14。 24脱三振を記録した。2016年3月29日にオプションでトリプル A 級ロチェスターへ配属され、開幕を迎えた。4月16日にメジャーに昇格。5月6日に DF となり、9日に40人枠を外れる形でトリプル A 級ロチェスターへ配属された。その後、8月13日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 この年は前年より2試合だけ少ない26試合に投げ、0勝1敗、防御率3.96という成績を記録した。防御率及びホイップを改善し、支球も減らして成長の後をしっかりと残した。2017年は開幕前に左肘を故障しており、1年間故障者リストで過ごした。そのため、この年はメジャー及びマイナーでの登板はなかった。 オフの11月6日に FA となった。2017年11月28日にオリオールズとマイナー契約を結んだ。2018年は、参加のルーキー級、ガルフコーストリーグオリオールズ、A-9 アバディーンアイアンバーズ、A 級フレデリック・キーズ、AA 級ノーフォークタイズでプレイし、4球団合計で15試合に登板して0勝2敗、防御率1.26。 21脱三振を記録した。オフの11月2日に FA となった2018年11月15日にニューヨークメッツとマイナー契約を結び2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年の開幕は参加のトリプル a 級シラキュースメッツで迎え5月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 6月26日に DF となった。28日にマイナー契約となった。8月8日に自由契約となった。2019年8月10日にツインズとマイナー契約を結び、AAA 級ロチェスターへ配属された。2020年6月9日、現役引退を表明した。ありがとうございます。